はい、その番組はですね、去年ぐらいまで、毎月1回ですね、ある総合というお店で、毎月ライブをやっておりました。今年に入ってはですね、4月に佐土原の桜祭りというところでですね、やって以来の久しぶりのライブ、久しぶりでもないですね、2月ぶりぐらいですけれども、ライブになります。うちのバンドの特徴は、演奏する30分ぐらい前にその日の演奏曲目が決まるというですね、非常にテンションを要するバンドでございます。しかし今日は芸術劇場ということもありまして、10日ほど前にですね、曲が示されております。今日はですね、3ステージ目になりますでしょうか。最後までですね、時間の許す限りどうぞよろしくお願いしたいと思います。イエーイ、そうありがとうございます。次はですね、主に1曲目、今日は雨が降ったのでちょうどいい曲があったなということで、たどり着いたらいつも雨降り、作詞作曲吉田拓郎、演奏は昔はですね、昭和47年のヒット曲ですけれども、モップス鈴木宏光さんですね、夜明けの刑事が出てましたけれども、ほとんどこの辺の話になると大体40代後半、50以上代とわからない話になりますが、そんな曲ばっかりを今日はやりますかね。そんな曲ばっかりじゃないですかね。意外と耳障りというか、聴いたことのある曲ばっかりで、でね、一番意外とみんな、みんなというといろいろ問題があるかもしれませんが、ね、年はいってますけど、元気ですから、肉食の頃の男たちなので、最後までやって元気よくいきたいと思います。それで、次の曲はですね、私が歌います。沢田研二の勝手に仕上がれという曲を歌います。さっき大円で1000円で買ってきたこの夏のアイテムということで、買ったばかりなんで投げません。ベーシックながら投げられませんので、ね、勝手に仕上がる。今日はうちの嫁はですね、ジャニーズ見に東京に行ってます。で、娘はですね、昨日はNHK 杯ですかね、アナウンス部に所属してまして、佐渡原行って結局決勝に進めなかった畜生とか言いながら今日映画を見に行ってます。息子は昨日中大連で綾で試合があって、昨日で負けてしまって家で好き勝手やってます。勝手に、はい、その気持ちを込めて勝手に仕上がれいきたいと思います。ばかりじゃないと思い出かき集め
一曲私が歌います。みんな知ってる曲です、ね、手拍子でもしていただければと思います。もう勝手に仕上がれ終わりましたけど、ね、あのおじさんが帽子をかぶって脱ぐと大変なことになるので、あの本間真似にしておきます。えっちゃんこになります。はい、では Oh Pretty Woman という曲です。No.
5人組なんですけれども、今日はプラスワンということで、ボーカルで入れさせていただいています。このバンドは入った人が全員同い年になるっていうあるんですよね、縛りが。でどこに合わせるかっていうと、誰ですか、一番若い人に合わせるそうなんです。ずるくないですか。おいくつですか。40歳です。だから全員40歳ということでよろしくお願いします。微妙な結果見えますでしょ。40歳の若さで、続きましては懐かしい曲をお届けします。タイトル忘れちゃったんだけど、あと君の瞳に恋してるです。お聴きください。